ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車がロールスロイスゴースト2015年式2600キロ、こちらの車両をご紹介させていただきます。いかつすぎじゃないですか。かっこいいですね。ついにフルマンを車両紹介でご紹介するときがやってまいりましたけれども、はい、どうだって感じですね。はい、ちょっとそのマンソリーの部分を細かく紹介していくのもそうなんですけど、うん、車がもうなんかこう個体がもう全然バラバラみたいですね、うん、ゴーストって。そうですね、確かに僕なんかいろいろ読み物見たら、うん、世界で 84% ぐらいがビスポーク率、うん、日本だと 100% らしいです。なるほどね。だ基本的に同じ個体はない、うん、だから中古車種でバーって並んでても、うん、全部その新車でオーダーしたオーナー様が細かくオーダーした個体っていうらしいですよ、うん、なるほど。だからよく見ないと本当に仕様も違うし装備も違うしオプションも結構あれなんですよね。そうなんですよ、細かいですよね設定がね、はい、なのでちょっとこちらの個体のご紹介と、はいはい、でなんか今回の車はオプションは割とこう少なめというか、はい、ポイントを抑えた感じで。そうですね、少ないですね。ただもともともうゴーストっていう車の立ち位置がもういわばもうドライバーズカーで言ったらもうほぼ頂点じゃないですか。ですよね、はい、これで改めてなんかつけるとなったら何ていうんですか、あの言ってしまうともうあのモディファイに近いじゃないかっていうぐらいな感覚のオプションが多かったりとか、装備はもう当然基本で充実装備なんで、まあ別に吊るしって言い方変ですけど特に選ばなくても選んでも、まあ、より便利にとかより豪華にとかってそういうオプションがまあまあそうですね、はい、多いのかなと、はいはい、まあ、必要とするかどうかは別としてそうですね、まあ、より豪華になると、はいはい、なんでちょっとその辺を今回ご紹介させていただきたいと思います、はい、でまずもう前回りがまずマンソリーのバンパーに全部交換されてるわけですね、うん、はい、そうですね。もう普通の車のバンパーっていうと、うん、まあ、要はここじゃないですか、はい、でもゴーストの場合だとここじゃないですか、うん、そうです。全部これが交換されてると、うん、はい、はい、そうです。でまあ、この辺カーボンなんかも見えてますけれども、はい、見えてないこの部分も全部ドライカーボンという。そうですね。で詳しいあの金額はもうメーカーのホームページの方にもう掲載がないんで、はい、まあ、ご紹介できないんですけれども、はい、まあ、ちょっとあのコンパクトカーなら買えちゃうぐらいの金額でした、はい、ですね、はいはい、もうだからちょっとトータルで考えたら今回の車両ってめちゃくちゃお買い得じゃないですか、うん、だと思いますね、はい、あの実際に作るとなると時間とコスト考えたらあのかなりお買い得、そこそこの高級車1台分ぐらい の、はい、あの合計金額見たらなってました、はい、そうですね、はい、なりますね。なんでちょっと今回この、まあ、いかつさもありつつ、うん、ちょっとかなりお買い得なところでもある、はいはい、こんなバンパーが装着されてて、うん、でこことこことここがカーボンが出てて、はい、でカーボンの地に関しては、うん、もう標準の、はい、もうマンソリーもなんかすごいんですよね。もうロールスロイス並みにいろいろこうオーダーできるというか、ああ、もう内装もそうですよ。そうです、内装もそうですし、うん、外装のこのカーボンも、はい、プラス料金払うと、いろんなカーボンがあるんですよ。ああ、そうだね。目の大きさとか、はい、その色とかも、うん、なのでその辺も本当にこうキリがないし、ちょっとこう車のそのキャラクターと、うん、エアルブランドの、うん、そのチューナーとしてのキャラクターもちょっと合ってるかなっていう、うん、そんな感じを受けました、うん。そして今回お車ご紹介させていただいているのがシリーズ2ということで、はい。まあ、正確には 2.5 ぐらいまであるんですかね。なんかちょっとバンパーの印象がちょっと変わったのかな。若干変わってますね、はい、ただいわゆるまあ後期っていうことで、はい、まあ、ちょっとヘッドライトなんかは、うん、はい、ちょっとシュッとしてたりとか、うん、であと今回の車ツートンなんですね、はい、これがいいじゃないですか。いいですよ。真っ黒だと北野武監督出てきちゃいそうですけどなんかちょっとだけこう、まあ、違った感じというか、うん、あのなんていうんですか、重すぎないっていうんですかね、シルバーが入っている。確かに、はい、ちょっとおしゃれというか、まあ、ちょっとにしてはちょっとこういかつさがかってる感じしますけど、まあそうですね、ちょっとゴージャスな感じがゴージャス、そうですね、しますよね、はい、で結構こうラッピングなんかでツートンにしてる方も少なくないと思うんですけど、はい、今回の車は当然その新車の時のそうピントですね、ペイントでこれツートンなんですね、はい、でよく見るとこうコーチラインが、はいはい、入っております。ここにも入ってるんですね。ここにも入ってます。で同じようにこの横にも当然コーチラインが、はい、当然もちろん全部この辺オプションですよね。そうですね、はいはい、で最近僕気がついたんですけど、このコーチラインもあの筆目があるやつとないやつがあるんですよ。どういうことですか。よく見るとこれ職人さんが全部手書きで書いてるじゃないですか、はい、だからこう筆の跡がなぞった跡があるんですよ。
個体差でね。そうです。あの塗った人によってってことです。ああ、ただそれも個体によってその筆目が全然ないやつもあるんですよ。あ、その塗料のつき具合なのか、はい、塗り方がちょっと違うのか分からないですけど、はい、ちょっとその辺の違いもあるっていう。でなんかここもつながってるやつとつながってないやつあるらしいですよね。カリナンなんかだと、うん、この先っぽがこう一緒になってつながってるらしいんですけど、はい、それ決まってるんですかね。分かんないです。職人さんのさじ加減ですか。分かんないですけど、まあ、それぐらいちょっと手作りというか。そうですね、職人さんのこう技が生きてる車、うん、なんか楽しいですよね、それはそれでね、うん、であと、まあ、定番ですけれども、はい、スピリットオブエクスタシーがついてたりとか、はい、この辺もオプションでこう透明のがあったりとかね。金色のあるの知ってます？知ってます。あとは金色の、はい、あごめんなさい、黒いのね。あ、黒いのもありますね、はい、金色のは大阪店で一度だけ僕見たことある、うん、なんか金色にするだけで120万円ぐらいするらしいですよ。おー、すごいな。もうちょっとキリがないんですけど、そんなのがあったり、はい、でもクリスタルをちょっとね。あ、そうですね、見たいですね。それ後から部品で買って交換ということもできなくはないんですよね、うん、できなくはないと思うんで、ぜひちょっと現実的な値段じゃなさそうですけど。はい、カスタマイズを得意とするモードグループですから、はいはい、まあ、ロールスロイスこれだけいじっちゃってるぐらいですからね、うん、はい、まあ、さらにこのまま乗っていただいてもいいですし、はい、さらにカスタマイズを加えてなんていうのもいいんじゃないかな、はい、だとこのボンネットのトリム、はい、これがちょっと特徴的なんですけど、うん、これってなんかあの飛行機雲から来てるらしいですよ。はー、僕読んだ読み物なんて、まあ、本当か嘘か分かんないですけど、はい、にはそう書いてありました。へー、だからちょっとこう伸びやかなイメージというか。なるほど、優雅なイメージ、うん、でなんかこうフライングレディにつながってるらしいです。はあ、はい、ていうかもう車の全体的なシルエットが、はい、もちろんその大昔のロールスと全く違うんですけど、はい、なんかこういろいろ共通性を持たして、はい、ちょっとこうそういうデザインなんですよね、うん、だからちょっとここ見るとこうそうなんですよ、はいはい、ちょ昔のそのクラシックの車みたいな、はい、ちょっとこうここのラインがちょっとこう意識されるようなこういうシルエットになったりとか、うん、そうなんです、はい、だと横なんか特にそうなんですけど、うん、もうとにかく前から後ろまで全部こうつながったライン、はい、だと車のサイズがあれらしいですよね。なんかタイヤの2個分っていうバランスみたいですよ、前後が。そうそう、だちょっと大きいかなと思うんですけど、はい、でバランス的に言うとタイヤちょうど2個重ねたのが前後になるぐらいの、うん、はい、シルエット。あとこの横のこのプレスラインもそうらしいですね、はい、なんかクラシック の, そのロールスロイスから来てるっていう、うん、でもロールスなんかもう歴史が深すぎて、はい、ちょ切りなくないですか。切りないです、はいはい、でモデルごとにいろんな話もあるし、いろんなデザインで言われてることもあるじゃないですか。それが都市伝説なのか本当なのかすらもうわからない状況、うん、例 の, あの故障した話とかですよね。そ う, ですそういうのもあったりとかも、だからなんかイタリア車並みになんかちょっとこうバックボーンがあるというか、はい、歴史がある車でちゃんとこうストーリーができているので。そうなんですよね、はい、やっぱりこう歴史の長いメーカーというか、すべての車種がこう伝説化していくメーカーなんで素晴らしいなと思いますね。でちょっと勉強してて思ったのは、うん、もうなんかそういうのを積み重ねていってるんですけど、はい、今となっては全くこうスタート地点と別のところにあるわけじゃないですか、うんうんうん、まあ、BMW 傘下で、はいはい、まあ、組み立てこそイギリスでやってますけど、うん、もうパーツはほぼドイツじゃないですか。そうですね、内装のレザーとかに至ってもドイツらしいんですよね、はい、僕調べたと、うん、はい、けどなんかちゃんとブランドがこうブレなく成立してるってすごくないですか、はい、そしてこうベントレーとのくっついたり離れたりとかもあるわけじゃないですか、うん、そうですね、はい、ありますね。ただその一貫してその調達はいろんな事情で、親会社が変わったりとかいろんなことがあると思うんですけど、やっぱり作り込みというのはもう一貫してるんでしょうね。そうなんですよね、はい、そこなんですよね。そう、部品調達、あとそういった材料ですかの調達はその時その時によっていろいろこう変わってきちゃうんでしょうけどね。作り込み作り方一貫してますね。そういうところがブレないんじゃないですかね。確かに、うん、で特にこの方だとその7シリーズのコンポーネントをいろいろ使ってるんで、まあ、そこに BMW を結構感じるっていう方少なくないみたいなんですよね、はい、ただ結構 BMW と提携してたのって、はい、BMW 傘下になる全然前からの話らしいですよね。はい、そうですね、1990年代にはもう BMW のパーツとかいろいろ使ってたっていうことなんで、はい、まあ、ちょっとその辺どうなのか、はい、中身もいろいろ見てみたいと思います、はい、そしてまあ、今回の車ロングじゃないんですけれども、もう堂々の 5m40 でしたっけ、うん、はい、でこれロングになると EWB だとさらに17センチ、うん、そうです、5m50、60手前ぐらいですか、はい、
だ今回ご紹介させていただくのって結構こうドライバーズカーとして割とこう持ってこいかなっていう、うん、はい、で僕もう一個その読んだ読み物だとなんか半分ぐらいがゴーストってドライバーズカーとして使われてるらしいですよ、うん、であんまりだから、はい、私個人的な感覚で言うとロング EWB は少ない感じがします、なんとなくね、うん、でその上のファントムになっちゃうと、はい、やっぱりこうドライバーズカーとして使われてる方ってかなり少ないらしいんですけど、うん、やっぱりゴーストだとショートもありますし、うん、はい、まあ、割とこううちなんかだともう結構カスタマイズ定番じゃないですけど、そうですね、はい、割と触らせていただく機会も多いじゃないですか。だからメーカーとしてもやっぱりこうドライバーズカーオーナーがドライバーになるっていう前提で開発されていると思いますので、まあまあメーカーの思った想像していたようなこう販売されてるっていうかオーナーさん像になってますよね、うん、だから世間一般のイメージでいうとやっぱりなんか後ろに乗る乗り物っていうなんかそういう先入観ないですか。ありますね、ロールスロイスっていうふうに聞いただけ で、ね、うん、ただまあ今回の車特にちょっと、まあ、そういう先入観捨てていただいて、そうですね、ドライバーズカーとして十分楽しんでいただける、はい、まあ、車のキャラクター的にもそのブラックバッジの設定だったりとか、はい、ドーンレースの存在が特にそのドライバーズとして、うんうん、ちょっとその主張しているところっていうふうのは見ました。はい、続いて反対側に回りまして、うん、足元のご紹介を、はい、でホイールも当然、はい、今回いわゆるフルマン、フルマンですからね、はい、フルマンソリーですから、はい、ホイールも当然マンソリーのものが装着されてございます、はい、でこのダイヤモンドカットとこの脇がグロスブラックのものですね、うん、はい、でロールスロイスといえばやっぱりこの回らないセンターキャップです、止まってるセンターキャップ、はい、はい、そうです、なんで当然マンソリーのものもこうフローティングの、はい、まあ、多少こう揺れたりはしますけど、まあそうですね、はいはい、くるくる回らないタイプの、はい、センターキャップになってございます。これってあれなんですよね、外す専用の工具があるんですよね。はありますね、はい、吸盤みたいなのをこうスポッと取るやつ、はい、なので、まあ、そんなのもあれば整備も困らないと、うん、はい、でタイヤの方も今回の車、うん、まだ全然いやバリバリバリ山通り越してバリバリ山ですよ、バリバリ山です、はいはい、しっかりしたものが、うん、でサイズが22インチ、そして車高も今回結構、はい、決まってるじゃないですか、はい、はい、うん、もうい感じですよ、うん、このまま乗っていただいてもいいですね、はい、全然、はい、こんな感じの足元、はい、で足元ちょっとそのキャリパー その全体的なシルエットとかやっぱりこう BMW が供給しているだけあって、うん、7シリーズとかに装着されているキャリパーと、はい、同サイズのものがついているとでキャリパーはちゃんとしっかりロールスロイスロボット、うん、でこれなんか車 の、うん、プラットフォームというかそのベース的には、うん、F01 の7シリーズ、うん、ああはい、はい、となんかこういろいろ共通というか、うん、みたいです。なるほど。ただ僕ちょっと今回このご紹介させていただくんで、うん、まあ、いつもちょっと特殊な車両をご紹介させていただくときはパーツリスト見るんですよ、はい、どこがこう他の兄弟車種と一緒なのかなとか。ああそういうことですね。でいろいろ見比べたんですけど、はい、もう足回りとか、うん、基本的な形状とかシルエットこそ一緒ですけど7シリーズと全く別ですね。品番全部別なんですよ。ナックルも別だし、うん、アッパーマウントも別なんですよ、うんうん、普通だったらそんな一緒でいいじゃないですか、はい、全部別なんですよ品番が。はあ、じゃあ専用なんだね。専用です。で下 のアクセルサポート、うん、要は下側のフレームも別なんですよ、はい、シルエット一緒なんですよ全部。でも全部別なんですよ。だからもう車の方向性がやっぱり違うんでキャラクターが違うんで全部その辺は細かく再セッティングされてると。なんかちょっとダンパーの味付け変えてとかじゃなくってもう基本的なそのコンポーネントの部分から、まあ、共通化こそしてますけどちょっと設計を変えてきているという、はい、らしいです。それは今言うことじゃないですけど後で試乗したときにね魔法の絨毯をそうですちょっと乗ってみたいと思います、はい、そして横もマンソリーのサイドスカートがついてたりとか、はい、うん、ここはカーボン。そうですね、カーボン面を出して、はい、出してます、はい、こんな感じの、うん、でちょっと小ぶりなんでそんなに主張しすぎず、はい、いいかなと、うん、いい感じですよ。 そのままドアはちょっとこのコーチドアは内装紹介でご紹介させていただきたいと思います、はい、そしてリアも入気号30 22インチ同様のホイールが装着されてございます、はい、そして後ろ行くと後ろもリアバンパー この部分ですね、はい、がマンソリーに交換されていると、うん、でマフラーカッターもマンソリーなんで、はい、マンソリーのロゴ入ってる。ロゴ入ってますね、はい、なんすかね、もう2009年発売で、まあ、これシリーズ2ですけど全然古さ感じなくないですか。全然古さ感じないです。ですよね。あだもっと言ってしまったらだって最初のシリーズ1見てもすごいなと思いますよね。未だにね、たまに見かけるじゃないですか。白だったり黒だったりもうノーマルだったりうちのお客様で
マンスリー組んでいただいたりで、ノーマルでアメタンだけ入れてちょっとロワリングされてる方、全然古く見えないです。なんか国産車、うん、ドイツ車、もっと言ったらそのイタリア車よりかもなんかこう年式を感じないというか、そうですね、古さを感じない、うん、まあ、変わらないっていうのもあるんでしょうし、はい、あとデザイン的にもちょっとそう、うん、優れてるのかなっていう。今のタイミングだと最新のモデルチェンジしたゴーストってもう出てるじゃないですか。あれ見た時になんかこうある意味安心しましたよね。その衣装というか全く違う車に見えるようなデザインではないので、なんかこうつながって見えるので 1,2,3 言ったらおかしいですけど、はい、車のフェイスとか、ね、あ、そう、ブレないし、なんとなく逆に僕らが中古車ユーズドカーとしてこのお車を売るときに次お乗りいただくオーナー様も古さを感じずに乗っていただけるっていうのがちょっと安心しました、うん、そしてトランクもマンソリーのトランクスポイラー、はいはい、これもこれだけなのにすごい金額してました、はいはい、すごいですね。こんなのもついてると、はい、であとちょっとプチ小話をぶち込んでいいですか。どうぞ。これロールスロイスの今この文字とか、うん、あの黒じゃないですか、はい、これもともと赤だったって土方さん知ってます？知ってます。あ、知ってますか、はい、じゃあもうそれはおしまいですこれなんかあれらしいですよね、はい、やっぱりその黒の方が車のイメージに合うっていうんで、うん、黒く途中から1960年ぐらいかな、はい、になったらしいですよ。年代はちょっとわからないですけど、そうそう、当初は赤であったっていうことだけはなんとなくうっすら記憶してます。それがなんかそのロールスさんと、うん、ロイスさん、ロイスさん、うん、のブランドじゃないですか、はい、ロールスさんの方かな、うん、が亡くなった時になんかちょっと喪に服す意味かなんかで黒いバッジが出てとかっていう説もあるんですけど、うん、ただその衣装が変わったタイミングとその亡くなったタイミングがなんか1年ぐらいずれてるらしいんですよ、うんうんうん、だそれはちょっと都市伝説だっていう、うん、後付けっぽいねらしいですよ。なるほど、はい、途中で変わったっていう。でこの辺もだからブラックバッジにすると色が逆になったりとか、はいはい、うん、まあ、カスタマイズでちょっとどっかの色と合わせてちょっと色変えたりとか、うん、まあ、ちょっと楽しめる部分かなと。はいはい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。で内装があのコンフォートアクセスもオプションなんですね。オプションなんですよ、うん、ちょっと今回の車は残念ながらついてない、はい、ついてないですね。唯一そこぐらいですね、僕。そうですね、はい、そこは欲しかったですね。 そうですね。そして中を開けると、うん、もう黒で統一された超高級なインテリアが、はい、これコントラストステッチはオプションですよね。そうですね、これオプションですね。ちょっと白で立体感が浮き出た感じ、はい、そしてシリーズ2ということでシート形状も1とちょっと違う、はい、そうです、若干変わってます。なんかよりこう快適性が高められてるなっていうのを思いました。はい、でレザーに関してもちょっとこうしっかりめのレザーなんで、うん、はい、全然へたりとかも見れず、まあ、本当に日常使いしても全然そうですねいいんじゃないかなっていう感じがします。はい、うん、でも白おしゃれですけど気使うじゃないですか。そうですね、ああちょっと汚さないでよみたいな感じじゃないですか。そう、それもでも言うのもどうかなと思っちゃうし、うん、ね、そう、でも気になるしってね、分かります。よりこう乗りやすい感じがします、はい、うん、そしてちょっとドアから見ていきましょうか、はい、もう当然の全部レザーですよ。ここから下がプラスチックになっちゃうんですよ。なんかこうやって遠巻きに見た瞬間もう全然違うんですよね、他の車と。やっぱりもうまずこのデザインがないですからね、うん、もう大体こう3つぐらい分かれてるじゃないですか。そうですね、それが全部つながったデザインでこのコントラストステッチが、うん、でこのクロームで全部統一されたレバー類スイッチ類、はい、ちょっとこうフォーメーション的なものはやっぱり BMW を少し感じると、うん、ただでもちゃんとこのここが変わってるんですよね。ここちょっと BMW 感じるじゃないですか。そう、感じます、スイッチ、はい、でもこの辺は全部変わってるっていう、はい、この辺だったり、うん、で全部この中もレザーですからね。そう、素晴らしい。いやだからもうオプションないとかあるとかもそういう問題じゃないですよ。もうベースがもうベースがもう、はいはい、スタート地点がぶっちぎってますからそうですね、はい、であとフロントのドアといえば傘がこちらに、うん、ですね、はい、もう当たり前すぎてあんまり触れることはあんまりないんですけど。本当ですか、はい、ちょっと椅子見ても僕は新鮮ですけどこれ、はい、色選べるの知ってました？知りませんらしいですよ。へえ、何種類かあるんですか。新車の時に普通にディーラーで頼めるかどうかはちょっと僕ごめんなさい分かんないんですけれども、うんうん、なんかそのロールスロイス の、うん、あのオーナーになられる方でも一部 の、 その特別なお客様はなんか専用のアトリエに行って、はい、なんか全部その車を組み立てられるらしいんですよ。もう色もブワーってこう壁一面色があって、ボディカラーじゃあどうしますかみたいな、うんうん、上の色と下の色分けますかみたいな、はい、でなんかその模型みたいのがあって組み立ててみたいな動画があるんですけど、ちょっと動画の概要欄に貼っとくんでよかったら見ていただきたいんですけど、それでこう車のイメージをこう見て
でそれもなんか照明がいろいろあって、その太陽光でこう見える、おあの蛍光灯でこう見えるみたいなのも全部やって、で内装の色も全部選べる、もうステッチもそうだしレザーの色もそうだし、でレザーもなんかそのダチョウの皮とかオーストリッチ、オーストリッチ、そう、そういうのも選べたりとかもう刺繍とかそのいろんなところのデザインも全部オーダーできるらしいですよ。でその中にもう傘 の, そのグリップの色とか、うん、そう傘 の, そのメインのところの色とかも全部選べるっていうのがありました。何日かかるんだって話じゃないですか。いやそうなんですよ。でそんなのが中古に出てきた日にはもう仕様が誰もわからないじゃないですか。本当だよね、はい、だから本当に現車を見て今回みたいにご紹介させていただいて、うん、もうあの見ていただく車だなっていうのをそうですね、感じました。はい、はい、そしてあとダッシュボードなんかに関しても全部レザーという、はい、だこの辺ももうドイツ御三家でもレザーのオプション入れないとなかなかこうならないじゃないですか。そうですね、はい、うん、それが漏れなくですからね。そうです。そしてよく見るとこのスベスベのレザーとこのちょっとこう何ですか、うん、目のあるレザーのコンビなんですね、はい、そうです。だちょっとその触る部分だったりとか触れる部分なんかはこうちゃんとスベスベのレザーになってると、いや高級感がすごいです。はい、じゃ続いて乗ってみたいと思います。もうなんか乗りやすい、乗りやすいですよ、はい、このステップも低いし、低いんだよね、はい、まあ、幅こそありますけど、うん、本当に乗りやすい、うん、そしてあのシートはふかふかです、はい、ふかふかです、はい、じゃあの実はですね僕回送で結構な距離をゴース乗せていただいて、うん、あ、そうなの、はい、あの新鮮なリアクションはちょっと薄めなんですけど、あら残念、はい、ただもう本当にもう最高です。最高ですよね、はい、もう座面も背中も本当にふわっと包み込んでくれる感じです、はい、うん、もうヘッドレストが若干硬く感じるぐらい、ああ確かに、はい、背中と座面はすごく柔らかい、 そして調整もある程度こう細かく、はい、はい、もうスポーツシートみたいにっていう感じではないですけれども、うん、もちろん膝の下も伸ばせますし、はい、サポート系もしっかり使えます、うん、これも全部メッキですからね、はいはい、かなり質感がいいです、うん、そしてステアリングはちょっとこうクラシカルな感じの、うん、少し大きめですかね。ちょっと大きめですね、はい、こんな感じの、特にこうエアバッグとここが大きいんで大きく感じますよね、はい、うん、ロールスのロゴが入って、うん、そしてこの辺もだからこの辺のスイッチちょっと少なめなのも、うん、ちょっとあのクラシックな印象を感じます、うん、はい、こんな感じになっております、はい、そしてメーターもちょっと立体感のあるクラシックなメーター、うん、はい、はい、そしてオンにするとゴング音が、うん、閉めてください、うん、はい、あれ何なんでしたっけ、あやってまいりました、はい、やってまいりました、はい、この感じの、はい、これがだからロールスロイスの、ゴンゴンですよね、うん、これ BMW でも結構この音入ってるんですよね、うん、データが、あ、そうなんですよ、だからミニとかでも結構、うん、あのコーディングして、うん、ミニなのにロールスロイスのゴンゴンの方は結構いらっしゃいました。BMW でもあのロールスロイスのゴンゴンにしてるっていう方がいらっしゃいました、だからその中のそのコンピューターとかが共通なんでデータが入ってるんで設定でできちゃうという、うん、まあ、そんな裏話があったりとか、はい、だとこの辺がライトスイッチ、もうこの辺も非常にシンプルでクラシカルなデザインでございます、はいはい、だとこの辺がナビ関係ですね、うん、はい、はい、ちょっとオンにしましょうか、うん、これ蓋がついてるとちょっと高級感を感じます、うん、はい、でこの辺はちょっと表示こそロールス専用ですけど、はいはい、基本的なそのユーザーインターフェースというか、うん、に関してはちょっと BMW と、そうですね、はい、メニューの展開は同じものがあるのかなと、はい、でボンネットのフライングレディの出したりしまったりもできちゃうと、はい、そうです、はい、スピリットオブエクスタシーです、はい、失礼しました、スピリットオブエクスタシーこれもだから保安基準があるのに未だに続けてるっていうのはすごいですよね、まあ、こだわりですよね、はい、メーカーとしてのまあ、こういうとこ嬉しいですよね。そうですね、はい、こんなのもしっかりついてます、うん、メディアに関しては CD、DVD、ミュージックコレクション、外部機器、テレビ、まあ、一通りついてる感じですね、うん、そうです。でナビに関しても、まあ、いい意味で、うん、BMW と、うん、はい、共通なんでですね、非常に使いやすいかな。いや本当使いやすいですよ、はい、で今のメインのメニューあるじゃないですか、はい、あそこもなんかもう A を見れば一目瞭然で、確かに確かに、はいはい、直感的に動かせます、うん、そしてこの辺がだからもう BM も一緒の感じでございます、はい、うん、そしてエアコンの吹き出しとかこの辺ありますけど、はい、
正直言っていいですか。はい、さっきカメラマンも言ってたんですけど、ここプラスチックなのはちょっとベントレーの方が一歩上を行ってるなっていう。ベントレー金属じゃないですか。はい、はい、それを僕カメラマンに言われて確かに、うん、たださすがでございます。もう全然こうそんなのを言うのは一部の円数な人たちであって、はい、何でもないです、はい、カットしてください。違うんですよ、僕もね。いや、いいんです、いいんです、いいんです。僕もずっとそれが気になってて、はい、一昔前のデザインだからしょうがないんだけど、はいはい、ちょっとなんかしてほしかったなって、はい、こういうところこだわってんのに。そうですね、はい。そしてエアコン関係がちょっと独特、うんうん、独特ですね、はいはい、これはちょっと仕組みを理解しないと、はいはい、なかなか直感的に操作は難しいかも、うん、でも、はい、考えてみるとこれ風量じゃないですか、はい、ソフト、ミディアム、ハイ、マックスなんで、はい、だんだん強くなるっていう。まあまあまあ、そうなんですけど、簡単に言うと、はい、だ本当で言うと分かりやすいのは番号で 1,2,3,4 ついてるとか、ね、はい、なんていうフルオートになってるとかだったら分かりやすいですけど、はい、ちょっとこう、うん、あんまり一般的じゃないですけど、まあまあまあ、はい、そんなにまあ難しくはない。あ、全然難しくないです、はい、あとこっちでエアコンの温度調整。そうです、はい、これ2段になってるの。2段になってますね、上と下って。そうです、はい、これエアコンの、はい、温度調整で、はい、まあ、上下で調整できると、うん、はい、でシートヒーターが今回の、はい、でベンチレーションはないんですね。そう、これはついてないですね、オプションですね。そしてあとはこの辺が、うん、はい、ドリンクホールだと、はい、キーがそこにしまえるようになってます。はい、こんな感じになっております、はい、あとこういう操作関係、はい、はい、蓋関係も、うん、全部ちょっとこう適度な重みがあって、うん、全部ゆっくりっていう、うん、はい、いい感じですね。最高です、はいはい。そしてシリーズ2になるとこのコマンダーがここにタッチパッドがついてるんですよね、うん、はい、っていうちょっとした違いもございます、はい、そして灰皿も当然未使用でございます、うん、もうこういうのもいちいち高級なんですよ。いちいちっていう言い方がないですね、はい、いやいや、でもこういうのもすごくすごいとロールスロゴが、はいはい、入ってございます、はい、そしてアームレストはちょっと大きめですけども、はい、こんな感じで、これ BM 感じますね、これは。そうですね、うん、でここに、はい、これも BM 感じますね、はい、USB と、そうです、はい、あとシガーソケットが1個ずつついてると。これはね、シガーソケットじゃないんです。あ、違うんですか、うん、これシガーじゃないんですか、うん、あ、違うんですね、うん、確か間接照明じゃなかったかな。あ、そうなんですか、はい、こんな感じになっております。はい、そして、うん、天井関係はファブリックなんですね。はい、そうです、はい、でこの辺もいろいろオプションあったりとかすると思うんですけれども、うん、今回の車は全部天井も、うん、ルーフも全部ファブリックと。で、ね、土ね、はい、ファブリックって一言言ってしまうと、はい、布っていうか合成繊維なのかなと思うんですけど、はい、なんか質感独特じゃないですか。いいっすよ、ね、はい、めちゃくちゃいいっすよ。何だろうと思う、すごいしっとりした感じで。だから本当にベースのとこがズバ抜けてるんで、うん、全然寂しさがない。全くないですね、十分高級車ですこれ。もちろんそのサンルーフとか、うん、スターライトヘッドラインとか、そうですね、はい、まあ、上を言えばキリがないですけ ど、はい、うん、全然質感悪くないです。そうですね。そしてペダル関係はこのゴムなのが、うん、僕逆に好印象でした、うん、はい、クラシカルな感じしません？そうなんですよ、はいはい、ステンレスとか、うん、アルミのやつなんかもありますけど、うん、なんかもうこのクラシカルな雰囲気で言うと逆にそこをアルミを使ってるとこの車だと逆に安っぽく見えちゃうかもしれないですね。あ、なんとなく、なるほど、うん、バランス悪くて。だまあちょっとこの辺は好みになると思いますけど、はい、まあ、ちょっとこれでもいいのかなっていうふうには僕思っちゃいました、はい、まあ、ここ寂しい方は、うん、マンソリーのパーツがあるみたいなので、はい、足してもいいのかなと。そうですね、はいはい。そして助手席側のグローボックスに関しては割と容量があって、うん、はい、意外と今時の車にしては容量がありますよ、はい、でブック類もしっかり、はい、しっかりと入ります。入る感じになっております。はい、じゃあ続いて後ろの席を見てみたいと思います。これ観音開きとか言っちゃダメなんですよね。高知ドアでございます、はい、で高知って何のことか僕分からなかったんで調べたらなんか馬車とかそういう意味らしいです。それ日本語に訳す必要ありますかってカメラマンに言われたんですけど、はい、まあ、そういうところから来てるらしいです、うん、そして後ろはもうさすがじゃないですか。なんかもう、はい、ちょっとまあもちろんそのロングの方が快適性アップしてるのはもう間違いないんですけど、もうなんかこうこの前兆から来るこのリアシートなんてもう十分以上の広さと豪華さ、はい、そうですね、でも前と同様のこの全部レザー張りのドアだったりだとか、うん、もうシートもリアシートなのにこの立体感のあるふかふかなシートですよ。車のリアシートを見てるっていうか高級ソファーを見てる感じで確かに確かに、どっちかというと家具に近い。そうですね、はい、そんな感じを受けます、はい、ちょっと乗ってみたいと思います、う
いや後ろもあれですかね、逆開きだからですかね、めちゃめちゃ乗りやすい。そう、アクセスすごく楽ですよね。開口部広く取れてますよね、だから、はい、そして乗るともう後ろもふかふか、うん、最高です、このレザーの匂いと、はい、気のせいかもしれないですけど、なんか助手席のシートをもうちょっと柔らかく感じました。あ、まあ、でもね、このリアシートの方が快適です、うん、すごくいいです。ちょっと適度な反発などもう本当に包み込まれるようなシート、うん、そうですね。そしてもうあの、うん、全部レザーですね。全部レザーです、はい、あのこっち側も、はい、もうこのここから下は全部レザー、うん、はい、この辺もだってこのアームレストあるじゃないですか、うん、アームレスト開けたここも全部レザー、はいはい、ここプラスチックの車とか多いじゃないですか。そうですね、はい、全部レザー、素晴らしい。でこれもすごい重たいんですよ、うん、こう重厚感があるというか、うん、本当だ。そしてシートの調整も、はいはい、リアなのにこんなについてると、うん、そうでワンタッチで元に戻せると、はいはい、あこれいいですね。で助手席側はあの前の座席を動くボタン、動かすボタンもついてるんで、そう、はい、こういう感じですね。こんな感じで助手席を動かしてますね。あいいですね。さっきちょっと下げ気味だったんで、てかもう全長があのレギュラーボディ、ショートボディって言ったってベンツの S クラスより長いですから、広くて当たり前ですよね。でもう後ろの座席かなりだらしなくしても一番前に出しても、うん、あこんなに出ましたっけ。出るの、これすげえ動くんだよね、ロールスってリアシートもう全然拳2個以上、うん、はい、まあ、ここえぐれてるのもありますけど、そう、まあ、1個以上、はい、そして僕身長175ですけど上も全然、うんうん、大丈夫です。余裕ですね。いやもう最高です。最高です、はい、そしてこっち側の席であったらもっと座席前行けますから、足組めるぐらい前。いやいやもう楽勝ですよ、はい、こんな一回スペースこんな感じになっちゃいますからね、はい、最高です。どうですか。いやいやいやもう全然寝てきますよ、はいはい、全然いいですね。こんな感じですよ。最高です、はい、短い足組んでこんな楽勝です、はい、何言ってるんですか、はい。そしてエアコンは当然の4ゾーン、はいはい、でシートヒーターがついてて、うん、でシガが 2K と。そうです。これこの辺も全部レザーですからね。そうですね、はい、そしてちょっと一番最初に震えるべきだったかもしれないですけど、ドア閉めるボタンが、うん、はい、こっちここと、うん、あと反対側もこっちであります、はい、ついてるんで閉めるのだけは、うん、はい、ポチッと押せば。なんかねいつもこう、はい、どうなんだろうなってこうなんか開けるときとか、はい、いつも考えるんですけど、はい、でも閉めるボタンがあるからいいやと思って。押してもらっていいですか。あ、じゃあ押しますよ。ポチッ、はい、最高です。素晴らしいだこれ前も欲しい。でも前は、あ、前から後ろを開けるってこと。あ、じゃなくて前を開ける。前のドアを閉めるのも、あ、うん、そういう方はファントム買っていただいて。そう、はい、あとほらドーンとか、あー、レイス、そうですね、あ、レイスかとかはね、はい、当然こう開くんで、はいはい、高知ドアなんで形が。そうですね。だからもう後ろのこの豪華さも、うん、はい、半端じゃないという。素晴らしい、はい、こんな感じのリアシートになってます、はい、なんで開ける時のボタンついてないんだろう。いや確かに開ける時も開けたいですよ。だから、ね、いつもでこう毎回ね僕こうやってやって、はい、なんかちょっとこう重いよなっていつも思うんですよ。だからそれ開けてもらう車なんじゃないですか。ちょっと開けてもらっていいですかじゃあ。すいません、すいません、はいはい、でもそうだよね、はい、この形だからね。あとはまあ障害物とかあるんで、はい、それこそテスラみたいにこう車の周囲全部見てれば、あ、こうギリギリのとこまでしか開かないとかできるかもしれないですけど、まあ、それはまあ今後なってきそうな感じがします、うん、そうですね、はいはい、こんな感じのリアシートです、うん、じゃあ続いてトランクも見てみたいと思います、まあ、この辺はもう全部ついてますから、うん、あと僕あのベントレーとロールスでトランクさすがだなと思うのは、うん、ここ全部貼ってあるんですよ。そうなんですよね、はい、S クラスでも7シリーズでも貼ってなくて、さらにその上を行くこの車たちは貼ってあるんですよ。そうなんです。どういうふうに考えるかは人それぞれですけど、やっぱりこういうのってなかなかないので、多分ねメルセデスとかも S クラスで90、まあ、126は張り込んでたかな、ロングボディトランクとかも。そうなんですか。うん、確か140からちょっとだいぶ内装が変わってきた感じがするんですよ。で126の時代はフロアカーペットの材質もすっごい良かったし、140から徐々に徐々に必要ないところはね
こうコストダウンって言ったらあれですけど、まあまあ必要なところだけみたいな。もうトランクの広さはさすがですよね。素晴らしい、はい、もう大人2人ぐらい入れそうな、うん、はい、なんだったら土跡でここ乗ってもらって僕試運転ガーッてします、ね、そうするとちょっと意味深になっちゃうので、はい、こんな感じの。特に S クラスとかトランク狭いじゃないですか。そうですね、うん、だからちょっとその辺なんかも、はい、トランク対応される方にも非常にお勧めできる1台なのかなと。しかもまた横も取れますからね、うん、そうなんですよ。こんなに横取れる車ありますよ。もう今は全然皆無ですからね。ですよね、はい、で取れてもこのぐらいじゃないですか。せいぜいそれがここまで取れて奥行きもこれだけあるっていう、うん、そうですね。下手したらゴルフバッグ横に入っちゃうか。あ、全然入りますね、はい、そのぐらいのサイズか、うん、そしてこのマット、あ、これ下開かないんですか、うん、開きますよ、はいはい、下もちょっとあって、うん、ここに、救急性ファーストエイド、はい、ファーストエイドキットと三角のその表示板、はい、表示板、停止表示板がありますね、はい、うん、こんな感じになっております。はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンルームがもう当然のV12、はい、これが7シリーズ760とかの760ですね、その流れのエンジン、うん、ボアアップしたエンジンみたいですね、はい、でこれパーツリスト全部僕見たんですけど、うん、あのカムシャフトとか、うん、クランクシャフトなんかは共通でした。うーん、ただもう単純にもう本当にボアアップ版っていう感じみたいですね。なるほど、はい、なんで当然コンロット、ピストン、シリンダー、うん、その辺なんかが違うみたいです。でさらにそこからボアアップすると、まあ、カリナに搭載されている 6.7 リッターでしたっけ、8リッターでしたっけ、そうです、はいはい、あれになるみたいです、うん、でもこのエンジンのこの静粛性に関してはもう言うまでもないかなと、ね、でボンネットになんかコイン乗せてこう倒れませんみたいなのってあの結構前からやってるんですよ、あれ。おらしいですね。おか前からやってるというのはメーカーがやってるんですか。なんか CM コマーシャルなんか分かんないですけど、あ、はいはい、うん、やってるという、そのぐらいこう静かで振動がないっていうのをもうやってる。僕的にはミニのメカニックだったじゃないですか、うん、よりこう BMW 感を色濃く感じます、うん、こうアッパーのこの形状だったり、うん、特にネジとか、ね、ネジとかもまさに僕も毎日触ってましたっていう、ね、アッパーのネジが、ね、はい、うん、この作り込みここは ね、 そうですね、 BM ですね。あとこのキャップとかも、うん、はい、すごく BMW 感じると、はい、なんかはい、メーカー考えてるか考えてないか分かんないですけどエンジンの搭載位置は極力後ろにしてるんですね。あ、確かにそれ感じますね、はい、ロールスとしてどう考えてるか分かんないですけど、はい、こう前軸この辺ですもんね。そうです。なんでエンジンの3分の2は後ろ行ってるんで、バランスは考えてるのかな。あとはもう何といってもこう静粛性、うん、この構造かなってい う、 そう、もう完全にこう、うん、全部こうエンジンルームを切り離して、うん、もう全部ここ当たって蓋されるようになってるじゃないですか。この辺がじゃあ走りにどう違いが出てくるのか、ね、はいはい、あと最後になりましたけどちょっとスペック的なものを、はい、一応 6.6 リッター570馬力トルクは 79.5 キロ、すごい、まあ、トルク、まあ、80キロ近くありますけども、はい、車重が、約 2.5 トンありますんで、うん、まあ、そんなにこうめちゃくちゃ速い車ではないですけど、はい、まあ、ゆうでこの重たいボディをぐいぐい前に。でもね、はい、例えば2000年頃とか2000年前以前の1900年代後半とか1990何年とか 2.4 とか 2.5 の乗用車ってそんな車走れんのと思いましたけど、今全部重くなっちゃってるじゃないですか、うん、全ての車が、まあ、ゲレンデとかはね当然 2.5 トンぐらいあったりとかしてるので、まあ、ベントレーも四駆で重かったりとかって考えたら、まあ、この車重でこのエンジンだったら当然余裕ですよね、うん、ちょっとこの辺はどんな感じなのか乗ってみたいと思います、はい、じゃあ続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。上げます。お願いします。
ちょっと内装紹介で触れるの忘れちゃいましたけど、うん、レーダー探知機とドライブレコーダーもついてると、うん、そうです、はい、バッチリですね、はい、このまんまもうすぐ乗れます。いやいや、もうこの車ドライブレコーダー絶対必要だと思う。絶対必要です、はい、煽られるってことはないですけど、はい、できればリアもつけたいですね、うん、つい先日あのカリナンに自転車だか原付が突っ込むっていうのがニュースになってましたけど、本当ですか。しかも逃げちゃうっていう。マジっすか。マジっすよ。さすがにですね、でかいです。そう、はい、サイズ感が僕今分かっておりません、はい、でも意外と見切りがいいよ。いや、いいっすいいっす、車四角いんで、ね、そう、はい、そしてハンドルはうん、めっちゃしっとり、うん、めちゃめちゃしっとりです。全く BM 感を感じません。っていうかもう車めっちゃ静かっす。いや、めっちゃ静か、うん、めっちゃ静かです。外の声が聞こえないです、うん、今誘導してもらってますけどオライオライが聞こえないです。ハンドル軽いです、うん、しっとり、はい、そして意外に小回りは効くという、はい、どうですかこの乗り心地。魔法の絨毯、はい、これ今ローダウンされていますね、はい、はい、一番低い状態です、はい、ちょっとやんちゃな感じが、やんちゃな感じがします、はいはい、いやでも全然乗れますよ僕。本当ですか、はい、全然乗れます。僕はちょっとダメですね、はい、これは全然乗れます僕ローダウンなんてこういう感じで、はい、ただ外から見た時のあの車走ってる姿はかっこいいですよ、はい、ただ中の人がこうやって寄りしたらダサいんでちょっとあの適度に上げることを推奨ですね。そうですね、上げましょう。1個上げましょう、はい、真ん中の位置で。これ今真ん中ですか、どこですか。でこれはね、はい、上がりすぎちゃうんで真ん中にしときましょう、はいはい、まあこれあれロアリングですからね、うん、調整できるんで、はいはい、あもうちょっと上がっただけで全然違います。いや全然違います、全然違います、はい、またちょっと動き遅いんですね。うん、ゆっくりですね、うん、はい、いやもうしっとり、うん、そして静かすぎて何も聞こえないです本当にすごいね、静粛性がね、はい、はい、半端ない。いやちょっとまだエアが足りなかったです、はい、まだですちょっとまだ足りなかったです、はい、いやこのちょっとレバー類細いのとか、うん、ハンドルも細いっすよね、うん、でもなんかすごくしっとりして回しやすいというか、しっとりです、はい、いい感じです、うん、僕これすごくこのステアリング好感持てます、大好きです。レバー類もちょっと細めでクラシカルで、うん、はい、いやもうとにかくちょっといいですね、なんかこう、うん、気持ちにゆとりが持てます、うん、お、はい、優しい気持ちになれます。おっと、普段から優しい、はい、普段も優しいじゃないですか。普段も優しいですけど、はいはい、そうですね、優しさでできてますけど、はい、そうですね、はい、もう割り込まれてもイライラしないですよね、はい、あどうぞって感じですかね、はい、車はこんなにいかついのに、はい、あもう結構車高が上がってきたみたいな、はい、ちょうど今、はい、中立の状態ですね、はい、3段階のうちの真ん中になってます。では V12 をちょっと踏んでみたいと思います、はい、お願いします。うわうわ早っ早っすごい 2.5 トンがどっか行きましたね、はいはい、全然 2.5 トンじゃないです。また全開にした時のこの、はい、なんていうんですか、ぐわーって感じ全くないですね、うん、音が多少大きくなったかなっていう。あ、そうですね、振動一切増えないし、一切ないですね、回転上げても振動増えないですね、うん、なんかこう怒涛のトルクだよね。そうですね、うん、なんか排気音もフェラーリの F12 あの V12 とかって、うん、なんかもう高周波に変わっていくじゃないですか、はい、それないっすね。ないっす、はい、一切ないです。もう完全にその抑えることができないそのメカニカルノイズだけ、うん、わーって聞こえるだけで、はい、ごくわずかですもんね、聞こえるって言っても、これすごい、うん、いやびっくり
覚ですよ、やっぱりちょっとね、うん、なんだろう、この乗り心地もすごいな。これいいっすね。これ価格はちょっとあの詳細控えますけど、この価格で、はい、もしかしてツッチ？いや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 、買いま？いやいや買えません。あ、買いません。はい、買いません。これ結構今いい時期じゃないですか。いい時期だと思いますね。はい、あの当然新車はそれなりの値段をしてしまいますし、ついてるパーツも加味するとすごい金額じゃないですか。それがあのもう2000万円台、しかも前半っていうことは相当値打ちですよ。いいですね、はい、買いますか。買いたいです痛いです、はい、だからちょっとそのドイツ御三家と全然こう検討 の, その選択肢に入れてもいいんじゃないかなっていう。いや全然いいと思いますよ、はい、うん、多分そのつかみどころがない感覚っていうイメージが僕の中では昔のロールスってあったんですよ。ただやっぱりゴーストだとかレイス、あとはドーンだったり、この辺って本当変わりましたよ。すごくいい車です。全然乗れちゃいますね。全然乗れます。で、あのシリーズ2になって、うん、まあ、小変更その前回りのデザインとかシートもそうなんですけど、はい、結構なんか走りも、うん、結構ガラッと変えたみたいですね。あ、だからシリーズ1、2で違うらしいですよ。なんか応答性をちょっと良くして、はい、もうどっちかっていうとこのいかになんかこう感じさせないかっていう方向じゃないですか、うん、それがもう少し、なんですか、応答性良くして、うん、はい、ちゃんとそのドライバーズ感をちょっと高めてるのがシリーズ2だと書いてあります。ドライバーにしっかり伝わるようにという方向性ですかね。だそこって相反するところなんで、確かにちょっとこうソリッド感ってやっぱりこう乗り心地悪く感じたりとか、うん、あのノイズだったりだとか、そうですね、あるじゃないですか、はい、そこはメーカーとしていろいろジレンマもあるでしょうし、ただファントムっていう車を乗ると高速道路って首都高でも高速乗ると100キロ以上出す気にはもう一切ならないですよ。あ、そうなんですか。はい、なんかこう危ないって言ったらメーカーに失礼ですけど、そういう車じゃないなっていう感じがするんですよ。ゆっくり100キロでっていう感じです。もうそれになっていう、まさに魔法の絨毯ですよ。あ、そう、本当そんな感じです。だから悪く言うとハンドリング感じられないし、ちょっとセンターが出にくいというか、なんかこうふわふわ感というか、あ、そうですね、はい、っていうのもあるし、ただゴーストに関して言うと本当ドイツ御三家に遜色ないと言ったらちょっとお客様というか動画見てらっしゃる方から批判されるかもしれないですけど、ロールスロイスの中ではやっぱり走りの車かなというオーナーズカーですね、間違いないです。難しいですよね、そこの味付けだからすごく絶妙なところに持ってきてるなと思いました。そうですね、はい、でも僕はロールスはファントムを持ってるのでゴーストとかはもう割り切っちゃっていいと思うんですよね、うん、楽しめるまでは言わないですけど、はい、いやー、だって今日こうやって車内でこう話撮ってるじゃないですか、うん、はい、もう本当に撮ってるこの最中も、うん、もう会話も圧倒的に他の雑音が入らない静かだっていうのを感じますもんね。本当だってこのタイヤでこのロードノイズしか聞こえないってすごいよね。いやいやいや、うん、聞こえないに等しいですよこれ。そう、なんかお、なんか普通にロールも段差も感じないし曲がっちゃうんだね、はい、いい感じじゃない。いや、いいっすよこれ、はい、だからよりなんかこの運転する楽しみで言ったらあれかもしれないですけど、うんうん、ちょっとこの助手席とのこの会話を楽しんだりとか、うんうん、なんかその景色を楽しんだりとか、うん、まあ、そういうことができる車なのかなっていう。後ろの人と会話するときに大声出す必要ないもんね。そうですねこれすごいな。結構そのこれだけの距離感でも、うん、やっぱりこう前にこう踊って出るんで、うんうん、後ろだと聞こえなかったりするじゃないですか。そうですね。この静粛性だと普通に後ろとも振り返らなくても会話できますよね。いや、できる、本当に。なんかなんていうの、普通に部屋で喋ってる感じっていうか。いや、そうですね、本当部屋が移動してる感じですね。そんな感じですよね。本当にすごくいいです。これをだから、うん、まあ、プラットフォームというか、うん、ベースのところ7シリーズと共有って言われますけど、うん、全く別にこう作ってくるのってすごいですよね。いや、そう、それをさっきね、ほら足の細かいパーツだったりとかで
結果こうなるんですよね。いやだって全部違いましたよ品番。すごいよね。いやいやいや、アームぐらい一緒でしょうと思ったら、うん、もう品番違いましたもん。さすがにレイスとドーンとは一緒でした、はい、うんうんうん、そこは、うん、ただ7と全く別でしたからね、うん、でもね考えてみたら、はい、7シリーズとかってその F モデルとで G になって、はい、どん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 そのある意味静粛性というのかな、はい、あの悪く言うと BM らしくない、はい、よく言うと高級車、はい、風情たっぷりな感じ、その車の動きとか挙動とか乗り心地静粛性どんどん上がってきてますからね BM の話です。すごいな、それに全然さらにさらに上るわけですからね。そう、すごいね。いや、そしてそこのさらに上をこう中古車市場だったら、うん、こう割と手頃な値段で楽しめるっていうのはすごく良くないですか。だからいいですよね。だってこの車だってオプションつけてったらそれこそ4000万円とか、そうですよ、はい、なっちゃうわけじゃないですか、はい、最近の車で言うと S クラス、例えば S63 だったりすればもう2500万、760ね、BM の7シリーズで M760 とかだと当然それも2200、300といっちゃうわけですよ。でも新車縛りがない方であれば、そうです、はい、うん、選択肢がぐっと広がって、そうですね。あと皆さん気にされてるところは故障するのかしないのか、うん、ご安心ください、ロールスロイスは故障しません、ね、都市伝説でありましたよね、うん、はい、砂漠でなんか故障してる、うん、お客さんはロールスロイスは故障しませんまあそれは冗談ですけど、はい、でもそのベースとしてるところはやっぱり BMW って逆にそこはいいとこじゃないですか。そうですね、やっぱり部品の信頼性もそうですし、なんか独自のものというよりかは、うん、もう数多く の, その車でテストもしてきてますし、うん、まあ、あとその V12 のこの積んでる V12 も結構古い設計なんですよね、うん、はい、そうなんですよ、もともとが2000年前半ぐらいからもうずっと使ってる V12 なんですよね、はい、まあ、もちろんそのちょこちょこアップデートされてたりはしてると思うんですけど、うん、はい、ベースの設計自体はもうそのぐらい古い歴史のあるやつなんで、うん、まあ、その辺の信頼度も高いのかなって、うん、で結局新しいエンジンってその低燃費とか、うん、まあ、そういうところにこういろんな技術を入れて、うん、じゃないですか、はい、だからそのエンジンとしての進化っていうのは、うん、もう割とこう行き詰まってるじゃないですけど、そうですね、来るとこまで来てるっていうのはよく言われてますよね、うん、だって新しいエンジンといっても結局細かく見ていくと過去のエンジンのブラッシュアップでしかなかったりとか、はい、負荷装置をつけて燃費を稼ぐとか、うん、そういうことじゃないですか、パワーを稼ぐとか、だから結局はある程度もう2000年ぐらいまでのところでエンジンってこうピークに達してるのかなと、各メーカーの内燃機としてはと思いますね。素材がちょっとこう効率的なものになったりとか、そうですね、シリンダーの中の処理がちょっとそのナノスライドじゃないですけど、そうなのになったりとか、はい、だからあのピークパワーを求めるエンジンだったらコンロットの素材が違ったりとかっていう感じですよね、うん、いやそこは全然マイナスじゃないのかなっていう気がします、うん、むしろこう、ね、歴史があって、はい、数多く作られてる、まあ、ベースの部分ですけど、うん、はい、エンジンなんで割と信頼性も高いの、うん、ツッチーがいつも言うように、はい、今だから選べるわけじゃないですか。いや本当にそうっすよ、うん、本当に。あれ今日来る途中あのカメラマンと話してましたけど、うん、ロールスロイス EV 化問題、うん、ついに EV 突入ですよ。うーん、受け入れなくちゃいけないですね、はい、まあ、特にそのどっちかというとスポーツカーよりかも、うん、入りやすいとこじゃないですか、ハイブリッドとか、はい、EV って、うん、高級車の方がやっぱり相性がいいというか、うん、振動少ないし、うん、静粛性高いし、うん、だからちょっとそこはもう今後欲しくても買えない、うんうん、楽しめない。そうですね、本当そうだよな、うん、まあ、それはそれでちょっと新しいものとして興味もありますけどね。はい、もちろん進化をやめちゃいけないですからね、それは大事なことですけど、ただこの V12 の独特なこの雰囲気と、うん、このパワーの出方も、うん、まあ、ちょっと分かんないですよ、モーターもそういうことが今後できるようになるのか分かんないですけど、うん、これなんかこう力をこう絞り出してる感というかこう、うん、なんかこうエネルギー感をすごく感じません、うん、エンジンの車と。そうですね、だから EV とか、はい、そのハイブリッドとかってやっぱりモーター駆動すると無機質な感じがするから、はい、まあ、トルクが一定ですからね。そう、はい、
当然動き出したところでトルク 100% 発揮しますから、はい、速いし、快適かもしれないですけど、なんか湧き上がってくる感じがしないですか。そうなの、そうなの。わーって、そう、この湧き上がりとともにこう気持ちの高揚ってあるじゃないですか、人間って、はい、それがワク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 してきて、こうそれが楽しさだったり恐怖感だったり、いろんなもの感情が入り混じって、そうですね、いいよなってなるわけだから。でもこういうショーファーカーでもやっぱりそういうのってちょっとは必要かなって思います、うん、感じたいよね、うんうん。まあ、ドライバーズカーならなおさらですけど、そうなおさらだね。うわ、もう最高です。最高ですね。でもなんとなくその、はい、よくよくこうエンジン音を聞いてると、はい、やっぱりこう760に通じる、なんとなくこのクオーンっていうエンジン音がかすかに聞こえてるのが僕はちょっと嬉しいです、はい、いやでも本当に全部がこうゆったりで、うん、全然せかせかしてね。あれ買っちゃう感じ。いや欲しいですよ。欲しいです、うん。じゃあこれでもローシーザー入れとくから。いやいや、うちのあの狭い駐車場にパンパンでむしろはみ出すぐらいで、うんうん、もう本当にちっちゃい一軒家にこれ泊まってたら、もう何事かと思いますよ。僕の自宅に泊まってたら。車掌に後で電話しておいてください。車買いましたっつって。もうちょっと駐車場スペースを用意するとこから始めますよ。ちょっとガレージ建てるんで待っててもらっていいですか。いやでも普通の方そうじゃないですか。うん、そうだね。ちょっと結構ガレージスペース余裕がないと。うん、はい。よし、じゃあ3シリーズ、今亀さん3シリーズ乗ってますけど、うん、3シリーズの代わりにこれ止めるかっていうわけいかないじゃないですか。確かにね。ちょっとそこは選ばれた方、環境が整っている方じゃないと乗れないですけど、はい、うん、こんなにいい車ないですよ。カメラマンさん、リア快適ですか。めちゃめちゃ快適です。あ、本当。これ今後何が起きるか僕分かりますよ。寝るんですよ。いやいや、ね、7シリーズ乗ったときも寝ましたから、ね。いや、寝たくなる、寝たくなるときは寝ちゃうよ。特に後ろはね。本当に部屋っすよね。うん、部屋だね。リビングにいるみたいな。あ、そんな感じ、うん。超快適です。乗り心地めっちゃいいです。ブレーキもこの 2.5 トンあるのに全然効くし。そうなのよ。それが、そう。それがそう、さっき言おうと思ったんだけど、7シリーズっていうか BM のパーツの恩恵って言ったら変だけど、このブレーキの良さっていうのかな、はい、うん、いいよね。ブレーキ効くんですよ。しかもこう前のめりな感じじゃなくて、うん、ちゃんと沈むように効くんですよ。あ、いいですよね、味付けがね。なんかこう効きすぎても心配だし、うん、スススって行っちゃっても心配だし、うん、あとブレーキこう前のめりでも乗りづらいじゃないですか。そうですね、うん。特にこういう車だから当然聞いて当たり前だけど、タッチが良すぎてもカックンカックンしちゃうって。そうなんですよね。ね、なんかすごくそこって気使っちゃうし、特に割と BMW の車で純正パッドだと割とカックンブレーキなんてよくやるんですけど、はい、この車に関しては、うん、まあ、車重があるせいか。でもさ、街中でさ、さっきみたいに裏路地でさ、はい、ちょんちょんって踏んだ時もさ、はい、カクンカクンって来ないよね。来ないですね。なんかすごくソフトな感じで、はいはい、うん。でこのステアリングのこのなんていうんですか、もう本当にもう軽いし、うん、はい、路面からのこう戻ってくるものってほとんど感じないんですけど、そうかといってフラフラしないんですよ。そうなの、そうなの、はい、ちゃんとセンターもあるし出てるし、出てます、はい、一定でね、車フラフラしないからすごくいいと思います。特に古い車でちょっとこう柔らかいのとかって、うんうん、そういう感じしません？ちょっとこう常にこうなってる感じありますけど、うん、あります。でちょっとギャップを超えた時に、はい、こう車が動くとハンドルの後ろにグッて切れちゃうっていうのがよくあるじゃないですか。そういうのもないじゃないですか。だからそういった意味では足回りって柔らかいだけじゃなくてしっかりしてるなっていう作り込みが車として分かりますね。乗り心地いい、うん、いやー眠くなってきました。いやでもこれ本当にちょっとこのドライブ楽しめ、違う意味でドライブ楽しめますね、うん、最初にも言いましたけど、ちょっとそのトークだったりとか、はい、はい、景色だったりとか、そうさっきさ言ってたけど、はい、この
ミラーがね、はい、もうちょっとワンポイントなんかこう、そうですね、ひねってほしかったな。せめて真四角とかにしてほしかったですね。そうなんですよ、ETC が入るのがいいんだけど、はい、おにぎり型がちょっと、うん、そう。あれ今までのってどういう形ですか。今までのって確か四角くって、はい、薄い感じじゃなかったでしたっけ。もともとって古いやつはロールスって、なんかこの横のミラーとかをこんなに可愛くするんだったら、うん、はい、ここもちょっとここもねクラシカルな感じ、はい、ちょっともうこう ETC がここから当然入るんですけど、そうです、ね、BM と一緒すぎるというかデザインが、デザインだけ変えてほしかったなっていう。この運転席から見えるスピリットオブエクスタシーも、うん、これでもあれですね、変えたら、うん、よくその外装パーツって運転中見えないじゃんって言うじゃないですか、うん、これ見えますね。はい、これクリスタルにするのとか全然ありっすよ。いやーしたいなで、クリスタルにして、はい、夜光らせたんですよ。 そう、それで乗ってみたいです。それいいですね、はい、それいいな、はい、ちょっと結構かかりそうですけど、ね、やる価値あるかなっていう。三桁万円なんでしょうけど、やる価値あるかなっていう。確かにこんな車なんで、こんな車って言ったらおかしいけど、こんだけの車なのでやっていただきたいです。満足感ちょっと高そうです。高いですね。ぜひこれを買われる方、そうですね、はい、いやいや本当に冗談だけど僕いいと思いますよ。ベースができてるからね、あとちょこちょこっとなんかして。さっきちょっと故障の話でも言いましたけど、うん、その僕メカニック視点で言うと、うん、実はこれ土方さん BM の診断機つながるのしてます。してます、はい、そうなんですよ ね BM の診断機つながると、僕ミニだったんで、うん、BM の診断機使うじゃないですか、はい、車種選びでその BMW、うん、ミニ、うん、ロールスロイス出てくる。ロールスロイス出てくった出てくるです、そうなんですよ。だその辺すごくいいな、うん、逆に、うん、ちょっともう過去一段差を感じない試乗でした。本当、ね、はい、本当に繋ぎ目のこの音だけ。そう、音だけだよね、はい、コンコンって音するけど、はい、繋ぎ目通ってるなっていう、いい意味でタイヤの存在感が、うん、どこにどんな感じで動いてるのかっていうのが、うんですね、分からない、はい、だって22インチのあの薄さですからね。いやいやいや全然感じないですよ、ね、考えられないよね。そして毎回恒例この U ターン、うん、はい、グイグイ曲がりますよこれ、はい、特に最近の車 4WS つけまくってるじゃないですか。あ、そうだね、はい、確かに。だって GLC ですら次 4WS らしいですよ。 GLC で、はい、あ、でもね GLC は必要かもしれないね。聞かないですか結構っていうかね、あの四駆装置だと思うんですけど、はい、ハンドル見栄え切った時はもうちょっとうまく開放してあげないと。ああ、そういうことですか、はい、前がフロントがズリ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 外に行っちゃうじゃないですか。確かに。あれは多分ホイールベースとトレッドのバランスが良くないのかな。そういった意味ではね、小回りという意味では結構技術が確立してきたからか、うん、もう 4WS も軒並みつけてますよね、うん、今メルセデスも。だって 4WS といったらもうプレリュードじゃないですかそこじゃないですか、はい、あとあれじゃないですか、マツダセンティアじゃないですか。そうだ、はい、センティア、センティア、初代センティア。そうです、あれ初代センティアっていうか、センティアは1回で1台で終わっちゃったのかな。そうかな、そう、 MS9 とかになっちゃったのかな、はい、マツダアンフィニーでちょっと覚えてないですけど。そうですね、あとは日産のハイキャスとかね、あの辺が今の時代になってまた戻ってくて、そう、もう1回来るって思わなかった、はい、びっくりしましたよね、うん、しかもポルシェもね、いやいやそうですよ、推奨しながらどんどん作ってる、使ってるという、早く走るためだったりとか、うん、はい、あとパナメーラなんかに採用してちょっとこうで、はい、小回り効かせながらハンドリングよくしながら、さあちょっとクイック U ターンを、うん、はい、うわっと、はい、あ、でもまあ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 って感じです。全然普通だよね、はいはいはい、別にそんな悪くはない、はい、悪くはないと思います、はい、5m40 にしては全然、うん、はい、でもなんかね 5m40 の車乗ってる気がしないですよ。あ、確かに、うん、車って意外とこう車幅の広い車ってなんとなく慣れるんですけど、長いのって意外と難しかったりするんですけど、はい、その内輪差だったりとか、はい、でもこの車すごい乗ってて楽です。これサポート系ってついてないんですよね。ついてないです、ついてないんですよね、うん、そうっすよ、うん、でもなんだろうな、ドアミラーなんかこんな可愛いドアミラーってすごく見やすいし、
ドアミラー可愛いですよね。ね、なんか可愛いよね。わかります。うん、こう高さがあるんですごく見やすいです。そう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 。で車のラインがしっかりしてるんで、これ多分バックとかも、うん、いや、わかりやすいです。わかりやすいですよね。でここのラインがこうミラーに被らないから、わ、はい、かります。すごい楽なんですよ。わかります。それがちょっとでも被ると、なんだよって思うじゃないですか。毎回あのミニの話で恐縮なんですけど、はい、ミニのクロスオーバーなんて3分の10隠れてるんですよ。本当ね、あれ本当僕あれ馴染めないです。どうしたっていうね、何の間違いだろうと思っちゃうから。そうそう、確かにこれはすごく見やすいですね、うん、バックもだから本当にこの直線のラインなんで、うん、もうよっぽどあの LC500 の方がバックしづらい。ああ、そうなんですよ。 LC ってこう内側にこうグイッと立ててまたリアフェンダーグイッて出てくるじゃないですか。そうですね。だからポルシェの911系って慣れないと、そう、まっすぐ止められないの、はいはい、うん、その点ちょっとクラシカルなこの直線のラインはいいかもしれないです、うんうん、うわ、むっちゃ乗り心地いい本当に、下道も、ね、やっぱり今乗っておくべき1台だね。いや、そうですね、うん、全然古い車じゃないけど、うん、もう名車認定です僕的には。はいはい、土の電動入り、電動入りですね。もうゴーストは、ゴーストはね、はい、いいですね。もうエンジン差別ないし、うん、はい、いや V8 になっちゃうんですよとかないじゃないですか。そうですね、もうお手本のような高級車、うん、本当そうだね、まさにお手本、はい、事故多発地点、いいこと言うね、たまには本当そうだね。これだから本当ちょっとベントレーとかと照らし合わせるともっとこう面白いですよね。そう、うん、面白いと思う。ベントレーってやっぱりこういろいろ言われるように走りを楽しむところって絶対にやめない。そうなんですよね。そう、だからミュルザンヌ乗っても楽しいって言ったらあれだけど、よく走るし、ハンドリング、足の動きって分かりやすいし、あれはすごいなと思います。超高級のこの2大ブランドですけど、そう、同じに見えて実はこう全然違うけど、途中でこう交わったり離れたり、そう、はい、でも実はこう企業としてメーカーとして目指すところって全く別だからね、方向性は。よく一緒の時期がありましたね。あったよね本当ちゃんとしっかりそこの芯の部分になんか感じるというか、うん、もうそれこそロールズも全部ドイツって言っても過言じゃなく、うん、なっちゃいましたけど、うん、しっかりベースの部分はブレてないですし、うん、そうですね、ベントレーも同じかなと、うん、特にドイツメーカーの資本が入ったとしても、はい、ドイツメーカーってうまいというか上手というか分かってますから、ロールスっていうブランドをしっかりこう構築して残していくためにはじゃあどうすればいいかっていうのを当然考えてるでしょうし、ベントレーもしっかりね、アウディグループだって言ったってランボルギーニもしっかりだし、うん、そうですね、うん、ちゃんと個性は残してて、そうですね、はい、経営に関して安心して開発ができるようにサポートをしてるっていう感じなんじゃないかな、うん、だから味は残ってるよねちゃんと。いやー、いい車だ、うん、買うんでしょ。買いたいっすよ、うん、理想だから458とかあの辺とこれ一緒に生意気なこと言ってますよ皆さんこの男、はあ、最近 V12 も欲しいなっていう。本当、はあ、F12 か、うん、812か、うん、でもお宅訪問行かせていただいた、うん、はい、方言ってましたけど、うん、ちょっとこの荒々しさで F12 かなっていう、うん、はい、話はそれすぎですけどでもやっぱり12気筒って憧れるというか所有したいです。いや、本当っすね、所有したいですよね、はい、夢です。いや、今なら行けます。行っちゃいますか。はい、行きたいです。じゃあ、ツッチが行ったら俺も行くよ。本当ですか。はい、わかりました。ちょっと頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、楽しかった。じゃあ、最後になりますけれども、今回このフルマンソリーの紹介させていただきましたけれども、はい、これ、今お乗りの方、この同じ仕様にするとか、もしくは、こんな感じでっていうんで、ベース選びから、はい、ゴーストを探すなんていうのももちろんできるんですよね。そうですね、もちろん。大丈夫。で、またマンソリーも、今回全部フルエアロじゃないですか。これのさらにっていうのがいろいろあるんですよね。ありますね。ボンネットとか、はい、このバンパーのエクステンションとか、そうですね、はいはい、ゴールがないんで、はい、まあ、いろいろカスタマイズを楽しむベースとしてもいいんじゃないのかなと、はい、
というわけで今回はロールスロイスゴーストをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。